ぎっくり腰で悩んでる生徒の皆さん、なんとか腰を伸ばして動かそうとして痛みを取り除こうとしたり、痛いところを揉みほぐしてみたりしていないですか？それほんま解消しません。そしてかなり危険です。こんにちは、セルフケア教室のノブです。実は相撲をやって体がボロボロで腰のヘルニアにもなりました。そしてその相撲人生は膝の手術、腰のヘルニアで歩けなくなることもあり引退しました。そのボロボロでどん底の体から復活してきたセルフケアの方法、そしてこの方法はダイエットやアンチエイジング、スポーツのパフォーマンスアップまで兼ね備えていますので、合わせてお伝えしていきますね。本日はぎっくり腰を最短で解消する授業をしたいと思います。ぎっくり腰になったら実際何をやったらいいか分かんないですよね。このセルフケアは立てればできて継続できる、めちゃめちゃ簡単で実践的なセルフケアになります。将来の健康にもものすごく役に立つので、ぜひ最後までご覧ください。では早速いきましょう。まず最初に頭に入れてほしいことがあります。腰で言うと、なんとか腰を伸ばして動かそうとして痛みを取り除こうとしたり、痛いところを揉みほぐしてみたりしていないですか？それほんま解消しません。そしてかなり危険です。そもそも伸ばしている、揉みほぐしている筋肉自体間違っているんですね。そして間違っているところをグイグイとかグイグイとかすると余計に硬くなって痛くなってきてしまいます。なので筋肉を伸ばしているつもりでも実はものすごく負担をかけてしまっているっていうことが起こってしまいます。私の紹介するセルフケアは、なんとか立てればできて安全安心に行えるセルフケアになりますので、ぜひご視聴くださいね。ぎっくり腰が続くと将来的に悪影響を及ぼすデメリットが2つあります。1つ目は腰、背骨周りの筋肉が硬くなり、背骨を圧迫してしまい、将来腰のヘルニアや狭窄症を発症しやすくなります。2つ目、腰の背骨が硬くなるとつながっている骨盤自体も硬くなり、背骨と骨盤が伸びにくくなります。なので見たようにものすごく姿勢が悪くなります。そして猫背になるので年齢的にも老けて見えちゃいます。もちろんそういう状態が続くと背骨骨盤の骨も変形してしまい、どん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 歩けなくなっていってしまいます。私がお伝えするぎっくり腰のセルフケアは、立てれば簡単にできる、そして毎日続けられる最も簡単なセルフケアになります。ぜひ一緒にやって解消していきましょうね。今回のセルフケアで狙う筋肉は1つ、内側ハムストリングという筋肉になります。これはぎっくり腰から慢性腰痛まで引き起こす危険な筋肉になります。では解消までの流れを説明していきますね。骨盤、股関節、膝の内側までつくのが内側ハムストリングという筋肉になり、この筋肉が働いていないと背骨、骨盤周りの筋肉が硬くなってきてしまい、骨盤と背骨の位置を悪くしてしまいます。そしてぎっくり腰になってきてしまいます。これほんとぎっくり腰に多いです。なのでこの一つの筋肉をセルフケアするだけで OK なんですね。それもなんとか立てればできます。このようにノブ流セルフケア教室では、ただセルフケアをするだけではなく、狙った筋肉が収縮されるので、した後に腰周りの筋肉もストレッチされるので、関節にも安全で簡単にできるセルフケアになります。では早速実践していきましょう。めちゃめちゃ簡単です。まず足の幅を肩幅ぐらいにします。そして足の指をこのように前の方に両方向けてもらいます。次にそのまま前の方にお辞儀してもらうんですけど、腰が痛い人の場合はこういう形で伝いながらしてもらえばいいです。そして伝えながらしてもらった時に、このように膝の上に肘を置きます。次にこの膝の位置が前に出すぎないように、できるだけこのようにまっすぐにします。そしてこの状態のまま、ここのお尻ですね、骨盤の位置あたりを天井の方に軽く少しグッと上げます。そうすると太ももの裏側のところに力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回やっていきます。ではいきますよ。ここ骨盤を少し上に上げます。グッとですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。じゃあもう一回いきます。ここを上げますよ。ぐーっと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラストいきます。1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10です。これをするとほんと腰の動きが結構良くなります。これ1日30秒めちゃめちゃ簡単じゃないですか。このセルフケアには秘訣の注意ポイントがあります。これを一つでも外してしまうと狙っているところを外してしまうので解消していかないので気をつけてくださいね。一つ目、足幅を肩幅ぐらいに広げます。そして足の指を両方とも前の方にしっかり向けるのが一つ目のポイントです。二つ目は、腰が痛くてこう伝っていくときに肘をこうつけたときに手のひらの位置は上の方に向けます。そして膝を軽く伸ばします。これが2つ目のポイントです。3つ目のポイントは、お腹と股関節を少し近づけるように持っていきます。これ痛くない範囲で構わないです。でもこれ近づけているのがわからないっていう方がいらっしゃいます。その時はクッションやタオルとかを用意してもらい、このようにお腹のところに入れてもらいます。こうするとお腹と股関節がぐっと近づくのがわかりやすいと思います。そしてこの状態のまま骨盤を天井の上の方にぐっと上げます。そうすると太ももの裏側のところに力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう一回やった。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラスト1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。これをするとさっきよりかもっと動きやすくなってないですか。このようにただ収縮だけでなく筋肉のストレッチまで与えてあげるのがトム流セルフケア教室になります。1日30秒あればぎっくり腰も解消し、背骨骨盤も整い、姿勢も良くなり、将来ずっと歩き続けられる健康を手に入れることができるので、これからも毎日やっていきましょう。私も腰のヘルニアがありますので、仕事の合間やお風呂でこのようにやったりしています。本当どこでもできます。これをするだけで背骨骨盤も整い、背骨の圧迫も減るので、将来の腰のヘルニアや狭窄症も取れる、いいとこ取りのセルフケアです。一見足だけをやってるように見えて、実は猫背や骨盤矯正など全体にも影響を与えています。このように私が長年研究したセルフケアを一緒に学んで健康も手に入れて頑張っていきましょう。ここまで見てくれた生徒の高評価、チャンネル登録、そして応援コメントが私の何よりの励みになります。これからもいろいろな痛みに情報を発信していくので、私と一緒に実践していきましょう。痛みに対する質問ややってみた感想など、ぜひコメント欄にご記入くださいね。ご視聴いただきありがとうございました。最後に、動けるようになってきたらおすすめのストレッチがありますので、一緒に覚えてお別れしましょう。まず簡単な台とかをなんか探してもらって、その上にこのようにかかとを乗せます。そして足の指はこのように天井の方を向けてもらいます。体は正面の方を向きます。このままの状態で骨盤のところら辺からこちらに倒していきます。そうするとこの内もものところが伸びてきますので、この状態で30秒です。これをすると背骨骨盤の位置がさらに良くなりますので、参考にしてみてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。